こんばんは、矢上純子です。いつも一緒の仲間とずっと楽しく歌っていきたいと思いますので、60分たっぷり楽しんでください。それではまず Between Hello and Goodbye。聞いていただきました、今日は1時間私の歌とおしゃべりにお付き合いいただくんですけれども、1時間っていうと割と長い時間ですよね。学校の授業でもだいたい50分でしょ。あれで十分長いから、1時間っていうともっと長くなると思うから、こう一人で喋ってるのもなんですので、今日は吉見優子さんっていう方にここにお見えいただいて、それでいろいろ楽しくおしゃべり一緒にしていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。いつもだいたいそんな感じの格好してるのかな。今日は黒の、だいたいジーンズが多いですね。ブルージーンとか、なんとなくスカート履いてるイメージなんだけどな。そらしいですね。でもね、意外とこう男っぽいですね、普段やることは。そうじゃないかな。今聞かせてくれたハロー&グッドバイで、いつもああいう感じでバッと突然バッと明るくなった感じなんだけど、ああいう感じでスタートするのかな。あれはね、ずっと去年の秋のコンサートでは、アンコールの時にね歌ってきた曲で。そうですか。だからもうむちゃくちゃ派手にやってました。あれは景気いいですね、すごく。
キモいですね、あれを歌ってて、あれはあの自分で作った曲じゃないんですって。あれはね、アメリカの方がどういうきっかけで歌おうということあの世界歌謡祭ってあるんですけど、うん、そこにあのアメリカからエントリーしてきた曲なんです。ああ、そうです。それで私はその時は会場で見てたのかな、出てたのかな、とにかく会場に行ってそれを聞いてすごい感激したんですよね、あ、それでこれ歌いたいなずっと思ってきて、聞いてたのなんかぴったりな感じがしたの、すごくそんな気がするんですよ、私もね。でいつか歌いたいなと思ってたのが、今度やっと歌えて、それが新しいアルバムにも入ることになって。ああ、そうですか、じゃ あのこれから、まあ、たっぷり聴かせてもらうわけだけども、はい、じゃあ次はどんな感じ。次はね、あの私の新しいアルバムの中から、バースデイソング、それから、渚、それから3曲目にあの前出したね1枚目のアルバムの中から、時の流れに3曲続けて聴いてください。じゃあ、あなたのために歌いたい、大きな胸に包んで、今日はあなたの誕生日、あ、優しい「あなたはよく似合ってる」「海に負けない」
しすぎて目を閉じた今日のあなたの背中、愛の告白の時、何も言葉はいらない、その代わり優しく抱きしめ、
バースデーソング、それから渚、時の流れに3曲聴いていただきました。あの初めてね曲作った頃っていうのはいつ頃なんですか？初めてですか、うん、高校2年だから16の時、今から4年、あ、5年前だ。5年前ですか、もう21歳でしょ。そうです ね、そういえばね。どういう感じで、どんな感じの曲だったのかしら。最初はボサノバの曲で、そう、あの何でもね作ると最初のうちはボサノバになっちゃいました、うん、へえ。あの音楽に惹かれたきっかけみたいな、未だにそうか、未だにそうですはい、音楽に惹かれたきっかけなんかは、音楽は昔からね、あの、うん、学校の授業のその音楽っていうのはもう本当に嫌いだったんですよ。嫌いだったの？嫌いでした。どっちか言うと。成績は？成績ですか、うん、こう歌のね、うん、テストがある楽器は、うん、最高点なんですよね、うん、あとねペーパーでこう書く、うん、ほらベートーヴィンが7号とかね、うん、シューベルトさんがどうのこうのがね、うん、ああいうのになるとねこう全くいい点数が取れなくて、あすごい、なんかでも、はい、見てるとね、はい、あのすごい成績良かったっていう感じするしね、音楽大好きだったって、音楽の授業なんかすごい好きだったっていう感じするんだけど、でもねああいうこうそうね勉強すればできるっていうテストよりもね、うん、こう割とね勉強しないでも好きでできるっていうテストをの点がいい方がこう将来有望じゃないかとなんてこと勝手に言ったりして、でもそういうのは分からない気がするな歌ってるの見てるとこうその歌に入っていく感じっていうのはねすごくよくさーっと入ってくるって言われて、素直になんかスローバラードみたいな歌ってる時なんかすごい気持ちよさそうに見えるんだもん。そうですか。歌ってる時の表情がすごいこう生き生きしてるんですよね。でなんか私なんか歌ってる誰か向こうに好きな人がいるのかなあ、みんな振り向いあのね、うん、誰かというかこの情景をね完全にもう想像しちゃって、うん、目は開いてんだけどこう周りのここにあるものは見えなくてね、うん、それを見てるっていうその情景を見てるっていうところはありますね、うんうん、ああそうか。あのちっちゃい頃からピアノやってたんですか？3歳からあ3歳やってましたけど、ピアノって普通3歳ぐらいから始めるのかな。ちょっと早すぎましたね。あそう、おかげで全然こう伸びなくて。嫌いでした？嫌いでした。あやっぱりもうねもう泣きの涙で毎週通ってました。うん、いつ頃好きになりました？高校2年生の時です。あやっぱりそのだからずっとブランクがあってやったりやめたりの繰り返しでね、うん、ただねやめるとねたまんなくやりたくなるんですよね、うん、それでまたこう嫌なね練習とかがこう、うん、溜まってくると、なんとこういうこんな苦しいこともう嫌だと思ってね、うん、本当に嫌だったんですけど、高校2年生の時にあのポピュラーピアノを習ったんですよね。それまではクラシックだった。クラシックでずっと、それが映画音楽とかね自分の知ってるのをこう、うん、弾けたりとか、割と楽譜を見ないでやっていいからって言われた途端も開眼しちゃった。あこんな楽しいことはない、うん、それでそれと同時に弾き語りもねできるようになりました。あそうですか。ピアノと歌は全然別に進んでたんですよね、うん、小さい時から、うん、で、うん、初めて一緒にできて、うん、初めて作った時の曲とか詞とか覚えてます？もちろん1枚目のアルバムの最初に入って雨の日の独り言っていう。どんな気持ちで作ったか覚えてます？何時頃だったかとか。そういうね恥になるんですけどねこれは、うん、あの生物じゃない、いや物理のね、うん、テストの最中に作ったんですよ。急に浮かんできて。そう急に浮かんできてね、こうテストを取るかこの曲を取るかこう考え、うん、今考えるとね曲を取ってテストをこう断念してよかったと、うん、断念してもしなくても大して変わんなかったってところがあったりしたんだけどその時は別にでも試験じゃなかったんでしょ？テストでした。あじゃあずっと成績はどうでした？え成績はこう悪くても全然気にしないし、良くても喜ばなかったっていう、うん、将来何になろうと思ってたんですかその頃？将来ですか、うん、歌手になりたいなと思ってたんですけど、うん、一回も人には言いませんでしたね歌手になりたい、じゅんちゃんも歌手になればなんてよく言われましたけどね、うん、小さい時から歌ってたからもうしょっちゅう大好きで、うん、歌手になったらって言われても、もうその度にうんそんな私なんかなれないよって言いながら思ってたんですよ。なりたいなってずっと思ってました、うん、じゃあ今度の曲は、はい、エンドレスサマーって、これは自分で詞曲、はい書きました。映画音楽みたいな感じですよね、これ。そうです ね、はい、じゃあそれを。
あの今はずっと東京にいるんですか？月に20日間は東京ですね。あ、そう、ええ、東京どうですか？好きです。あの出身は名古屋でしたよね。はい。名古屋と東京ってやっぱ違います？すごく違います。全然違いますね。何が一番違うかしら？まず時間で、人が動いてる時間が全然違う。あ、どういう意味？ね、例えば街でもね、うん、名古屋だともう8時になったらだいたいこうシーンとそろそろ鳴り始めて、うん、10時になったらもうカタッと音がしないというか、ちょっと大げさだけどそういう雰囲気なんですよね、うん、東京って言ったら10時、さあこれからって感じでしょそういうところに住んでるからでしょう。でもそうかもしれません ね、住宅街だとね、あれなんだけど、今あの東京にずっと住んじゃおうかななんて思います？思いません。あ、やっぱり名古屋の方がいい？住むんだったら名古屋じゃないかなと思って、うん、さっき買い物いっぱいしてきたの覗いたんだけど、もうみんなに見せるのが趣味だどんな、なんかいろんなもの買うのね。なんかセーターからそれからジューサーみたいのを買ってたでしょ。ジューサーじゃなくてなんて言うんだっけあれ。あのね、うん、果物を絞るやつ、あのほら口で説明できないんだけど、こう出っ張ってて、それなんかグッとつくね、ギュッギュッギュッ、全然わかんないあの感じでわかる。台所用品なんかすごい好きです。ああ、そう、うん、意外と女の子らしいんだね。掃除なんかよくする方？掃除というかね、片付けはもうよくしますね。血液型何型？知らないんです。あ、何月生まれ？1月生まれ。何座？ヤギ座。ヤギ座、ヤギ座ってやっぱり意外とね、神秘的な星なんだって。そう思います、私もねえねえ、どんな男の子が好きですか？そうだな、ご飯食べてて一緒に、一緒にいてね、ご飯食べてて楽しい人がいいなっていうことと、うんうん、ご飯食べててこの人とも食事するともう誰よりも楽しいなって思う人が、うん、一人で食事できないタイプなんだ。いや、一人も好きです、うん、ご飯一人で食べられます？え、もう自分でちゃんとお箸持ってお茶を持ってます自分でレストランなんか一人で入れます？平気で入ります。あ、そうですか、うん、自分で何か作れます？作れます。どんなの作るんですか？いろんなもの作りますよ、うん、一番得意な料理？一番得意なお料理というと、そうだな、本当にいろいろ作るんですよね、うん、あのね、中学校高校、いや高校だけか、うん、高校3年間ね、うん、あのうち妹と弟がいるんですけど。あ、長女ですか？え、長女です。あのね、その子たちが、うん、妹が幼稚園で、弟が中学生で、私が高校だった時代があって、うん、その高校だった3年間はね、ずっとみんなのお弁当作ってて。へえ、うん、すごい好きなんですよ、ああいうの。うん、ワンパターンになりがちでしたね、うん、中盤は中だるみがあったりしてね、うん、あの今ほらキャリアウーマンとかさ、専業主婦とかさ、いろいろ言われてるじゃない。いくつぐらいまでにお嫁に行きたいと思います？なんか痛い質問でね、こう行きたいというのと行けるというのと全然違うけど、うんうん、タイという方は25。あ、そう、うん、あ、結構じゃあ普通に適齢期だと24歳でしょ。あ、そうですか、ね、だからじゃあ普通にお嫁に行くっていうか、相手はどういう職業？やっぱ音楽やってる人がいいと思います？嫌です。あ、そう、関係ない人がいいですか？こう音楽でもプレイしてる人じゃないと思います、うん、多分。うん、じゃあ後ろのメンバーで好きな人がいたでもね、まずシンガーとはこう結婚しないでしょうね、うん、どうして？やっぱりね、うん、ダメです、そう思います。うん、でも一緒に音楽やれたら結構楽しいっていう人もいるのよね、あのミュージシャンの中にはね。そうかもしれませんね、うん、もう私はね、多分ダメでしょうね、私の性格で言って、うんうん、あのもしお嫁さんになったら音楽なんかやめちゃうっていうタイプかしら？一度はやめると思います。一度はそれだけやめ、あなたのためにもう私音楽なんか捨てるわと言って結婚して、うん、その後でこうじわじわと説得してみたりして、うん、わかりません、その時の気分で。そうね、うん、あの今日後ろでやってくれてるメンバーの、はい、なんて名前だったっけ、グループの名前？メルティングポットです。それは誰がつけたんですか？リーダーがつけたんじゃないですか。割と可愛らしくてぴったりですね。そうです ね、みんな割とね、こう雰囲気が若い感じが、女の人が一人で、はい、ね、結構大状態ですね、はい、でもこのメンバーで動くんですか？そうです。そういう、じゃあ、 割とそのファンキーな感じで、なんかメンバーの皆さんにやってもらえるかしら？え、メンバーの、はい、
ファッションのミスターアンディ檜山。こんにちは。もっと元気に。元気です。はにかんでます。そして、ドラムの豊田さん。こんばんは。逆らってダメよ。それから誰行くかな。ベースも、ベースの藤岡さん。おはようございます。奥さん元気ですか。はい。続きまして、ギターの岩崎くん、何やってますか。はーい、やだよ僕だ。ふわーい。もう一回言ってごらん。もう一回言ってごらん。ふわーい。なんかいつもこうどっかに女性の匂いが漂ってますね。朝までそうだった。そして、それから、あ、そうだ、キーボードの田代くん。はい、どうも。あ、後でニヒルにタバコなんか吸っております。それからバンドではこう言ってんの、こう言ってんの、ちょっとこうというかちょっと濁ってますけど、キーボードの山川えっちゃんです。わーわー。そして最後に最後になりますけれども、このメルティングポットのリーダーのギターをやってくれるヤギくん。じゃあね、私ずっと歌ってたんだけど、この辺でちょっとバンドのみんなでなんか聞かせてほしいんだけど、なんかありますか。何やってくる。何なーに。はい、ポートベロ。あ、待ってました。でよろしく、ポートベロ。Thank you.
すごい賑やかな感じでね、あの笛を使ってるでしょ、結構、はいはいはい、それはあの矢上さんの自分でも吹いてましたよね。吹いてますね。あれは何か意味があるんですか。意味はこう深い意味って全然ないんですけどねあれ、ああいう感じのサンバっぽい音には多いんですか。多いです。もう最近特に多くなってきたみたいで。体操の時に使ってる笛じゃないでしょ。違いますね。今ぶら下げてるのもこれです。それはなんていう笛なんですか。サンバホイスルって言ってね、本当にサンバのこう民族楽器、専門の楽器で。木のもあるでしょ。あります。ねえ、あの誰が吹いてもそう音をするんでしょ。別にこれは練習がいるんですよ。あ、そう。そんなこともないんですけどねそうかそうか。いや私全然楽器できないからね。なんかすごいこうやっぱりテクニックがいるのかな。これならできます。あ、そう、楽器はピアノ以外に他に何かできます。ギターもやれるんでしょ。もうバッチリとはできません。で、あ、ピアノだけですか。ギターはね、この簡単なコードでジャランジャランって弾いて、こう本当に楽しむ、自分で楽しむギターです。じゃあ曲は全部ピアノで作るのかしら。ギターで作った曲もあります。ああそうですか。あのデビュー曲をこれから聴いてもらうんだけど、これあれあのやっぱりいつ頃作ったんですか。思い出は美しすぎて。ですね、ちょうど去年、一昨年の6月に、うん、あ、よく覚えてますね。もう苦しみ抜いた。どうして。あのね、レコーディングがあんなに辛かったのって初めてというか、こう初めてのレコーディングでしたからね、うん、だからこう厳しさにびっくりしましたね。出だしだけでも何十回、100回以上やったんじゃないかしら、うん、自分のレコードが初めてできた時ってどんな気持ちですか。そのね、思い出を作りすぎて、デビュー曲は本当になんかもう一生懸命精一杯やったから、うん、その時点でね、精一杯やったからもう、こう掲げてできたぞってこういう感じでしたね、うん、じゃあその思い出は美しすぎてと、それからあのね、私の友達で4歳の子供も喜ぶという、はい、水色の雨、はい、感じることがあるのよ。
参ります。水色の雨。感のあるクリスタルな声だっていうふうによく言われると思うんだけど、はい、声が出なくなっちゃうことってないのかしら。全く出なくなっちゃうってことは今までにありませんでした。声変わりなんかどうだったんですか。声変わりって私あったのかしら。ちっちゃい時からそんな感じの声だった。割とそうだったみたいですね。お母さんも声が高いのかしら。うちはみんな同じ声してます。妹も。あ、じゃあ電話に出るとみんな間違えちゃったりするんじゃない。うちのお母さんでもこう兄弟の誰か分かんないみたいな。 あ、そうですか、ええ、なんか喉のためにいいことやってます。喉のためにいいことといったらアクの強いものは食べないようにしてます。一応ごぼうとかね、うん、好きなんですけどねごぼうとか、うん、あとふきとかね、うん、ああいうものはあんまり食べないように。うん、それからあとはレコーディングの前だったら食べ過ぎないようにとか、それからとうがいとかね、うん、からニンニクなんかよくいいから食べます。ああ、喉にいいのかしら。喉というかもう喉をイコール体力っていうか健康ですからね、うん、健康がこう下がりがちだと、うん、下がり気味だと、うん、その声の調子も
下がり気味。ジュースよく飲むんでしょ、自分で作ってね。あ、そうなんだ、うん、毎朝ね生ジュースを、うん、家帰ると飲んでるんですけどね、東京来るとホテル住まいでしょ、うん、なかなかこう部屋でできないので、うん、でももうすぐコンサートもね、ずっともう東京は終わりましたけれどもね。そう、今ツアー中なんでしょ、ちょっとね、今もツアーに入ったばっかりで、東京が終わって、はいね、今体壊すわけにいかないから、だからこう東京でもねフレッシュなジュースを毎朝健康的に飲もうじゃないかと思ってます、うん、レコーディングっていうのは、レコーディングとコンサートっていうのは どういうふうに違うのかな、心構えとか。そういう、もうコンサートは体力、レコーディングもそうですけどね、コンサートはお客さんがいる、うんうん、でレコーディングはお客さんがいない、うん、だからレコーディングはこう一応作る時点では聴いてくれる人のことをいろいろ考えて作りますけどね、うん、でもレコーディングで歌を入れる時点ではもう、うん、その歌の世界だけにこもって歌うことができますね、うん、今までに一番印象に残ってる映画なんて。スター誕生。スター誕生、クリス・クリスファーソンと、うん、バーバラ・ストライザンド。あ、そっか、うん、もうあれは感激してね、うん、腰が立たなかったっていう映画って初めてなのね。いい映画だったもん ね終わった後ね、あうわうわって感じでね、うん、こう話しかけられてね、うん、どうだったって言ったら、うん、よかった、これだけで、ね、もうあと言葉になんなかった。クリス・クリストファーソンが好きなんですか。好きになってしまいましたあれ見てね、それまではね、うん、こうシンガーっていうだけの印象で、うん、そんなにこう彼が映画に出てもこういいかなって感じぐらいだったんですけどね、うん、あれ見ても感激しました。バーバラ・ストライザンドも好きなんですってね。昔から好きでした、うん、一番八神さんがいいと思うなんていうのかな、スケジュールっていうのかな、理想の生活みたいなのあります。理想の生活ありますよ、うん、音楽家として。ええ、うん、どういうのかしら。こうね、うん、スケジュールに追いまくられないで、うん、じっくりとアルバムを作ってみたい。3年に1枚とかそういうんじゃなくてね、うん、どうなるかは分かんない、うん、ただこう、ただ彼女がね、こう何年かじっくりかけて作ったアルバムも最高だよってこう言われてみたい、うん、思い出のスクリーン。少し素直な私を
なスクリーン聴いていただきました。みんな綺麗な歌ね。あ、どうもありがとうございます、ね、なんか悲しい歌みたいなのもでも、あ、悲しいんだけどあなたが歌うとそれが透き通った割となんていうのかな感じになっちゃうのよね。私はね、精一杯悲しいつもりで歌ってる曲もあるんですよね、うん、でも割とこう育ちなのかね、何なのか知らないけど、うん、割とハッピーに収まっちゃうところ、ね、今まですごい悲しかったことってありません。あ、キャラ監督今日は長い間本当にありがとうございました。こちらこそ本当にどうも。今日は吉見優子さんにここに来ていただきまして、いろいろお話を聞いていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどっかで。はい、私の方はあさっては小田原にコンサートに出かけて、その後は九州四国と、ずっと日本全国7月まで一生懸命コンサートやっていくつもりです。皆さんにはコンサートでお会いできるの楽しみにしてますから、ぜひぜひ遊びにいらしてください。セカンドアルバムは4月5日に出ることになってますから、それも楽しみに待っていてくださいね。それでは今日最後の曲になりますけれども、そのセカンドアルバムの中から私がとっても気に入ってる曲です。後藤嗣俊さんっていうベースを弾く方の作曲で、それからその曲に私が詞をつけました。夜間飛行。幸せになるため